タケツイチャンネル、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。どうか登録チャンネルお願いします。さあ、ポイントに着きました。ここが、もう今日は透けてるので、この辺でやっていこうと思います。風強っ。2回目の流し釣りですね。どうでしょうね。イエーイ、映ってるかい。次2投目行きたいと思います。また同じですね。 60g です。ラピッドを飛びます。なんでこれプルプルするんだろう。これね、わかるんだろうね。ちょっと入ります。じゃあ行きます。1投目です。はい、釣れないぞ。はい、釣れてきた。ちゃーん、ちゃーん、釣れてね、釣れたんですけどね。今日はね、風が強くてね、釣りにくいんですよ。すごいですよ。来て1時間も経ってないのに、もう1匹で。しかも、マゴチ。じゃじゃじゃーん。まあ、ヒラメの子供ですからね。大人を連れてこっちだから。資源を大切にしましょうね、皆さん。あのヒラメだってね。あんまり今、魚いないですからね。餌釣りになるね。なんとね、ルアーでしかも落として止めた時にやっぱ釣れてますね、今日もね。ヒラメが、ヒラメ2枚目。まあ、もうちょっとでかいとね、いいんですけど、もうちょっとでかいとぶり上げできますね。まあ、あれぐらいがちょうどいいっていう人もいるんですけど、これは40センチ、45センチあると持って帰るんですけど、まあ小さいですからね。あれがまた80センチまで大きくなるみたいですよ。ね。80センチ。僕聞いたの、もう1メーター近くあったヒラメもあるそうで。ね。エイミーちゃんは庭師だぞ。村田さんも知ってますか。ね。出るの遅くなったんですよ。今日知り合いとね、初売りに行ってきましたよ。私は一個も買ってないんですよ。イエーイ。今日はマゴチの、あれぐらいのマゴチは持って帰っておく。ヒラメはダメよ。ヒラメはもうちょっとでかくなるからね。結構ね、今日取り出てるんですよ。ウェイトがいるが増えてきました。もう一流ししたいと思います。一心全速、速力上げて北九州八幡方面。台湾のインフィートですね。
インフィニットの BJ60HB、 もう長いですよね。60g から 80g のですね、まあ、これ開いたいと思います。リードは大根オリーブですね。あとはこのコールワーでやっていきたいと思います。ですね、今日はやりました、釣れました。第1投目は何でしょう。いえ、釣れないぜ。今のとこ坊主です。大変です。じゃじゃーん。マゴチが釣れました。しかも釣れがかりです。じゃーん、じゃーん、やりました。マゴチが釣れました。釣れがかりです。今日の晩ご飯ですね。ひたすなかもしれませんね。さばいていこうと思います。今日釣れたマゴチをさばいていきます。こうやって切っていくと、こっちが持ってきたの？うん、魚さばくから。ハサミでやると結構便利ですよ。はい、包丁でもさばけるんだね。包丁でもさばけますよ。まず内臓を取り出さなきゃね。うん、肛門から。おしっこするところ。違うよ。あ、おしっこするところ。どこからするの？どこからするんですかね。で、エラを取っていきたいと思います。首切らないようにね。エラを取っていきます。エラを取ったら呼吸ができないから、伸びる。これは何？シラコってもしかして魚の身だよね。試合を。シラコって食べられないものなの？食べられるよ。ちょっとまずい？いや、まずくないよ。で、なんで流しちゃったの？流れていっちゃったんだよ。あー、ちょっとミスか。この関節に包丁を入れると、
簡単に取れます。簡単に取れるの？あ、まだ見当たらないの？今から3枚下ろしていくよ。3枚下ろした。頭の骨はまだ見えない。三枚おろしっていう大名おろしですね。大名おろし？うん、大名の人がね、大名おろしって言うんだよ、これ。これが三枚おろしになります。今日釣りたての。骨が見えた。肋骨？そうかな、あばらの骨だね。あばら骨か。はい、あとは関節を切って尻尾を落とします。尻尾は食べられないよね。尻尾は食べられないね。あの、家の中じゃね、飛び散るから、こう関節を見つけてね、皆さんこうやって関節で切っていくと簡単に取れていきますよ。骨のところは食べられないね。骨のところは食べられるね。歯では噛み砕けないから無理だよね。どうかな。鉄の歯ならいけると思う。頭は硬いね。結構丈夫なんだよね。ダイヤモンドでもあればいいのにね。ダイヤモンドの包丁だったら一瞬で噛み砕けるよ。はい、2つに折れました。頭洗います。流れないようにね。本当はね、ここはもう歯ブラシがいいですね。これ用にあったらね、綺麗に取れてゴシゴシと綺麗に洗います。取ります。本当は一日寝かした方が美味しいんですが、今日はね、食感を楽しむために釣りたてを食べようと思います。一日食べた。もう魚に、ね、もうこれさ、完全に魚じゃなくなったわ。これ鍋用と刺身用はどうやって分けるの？鍋用？うん、鍋用、ここはね、もうこう切っちゃいましょう。ここ一番あのマゴチは特殊な体してるんでね、ちょっとやりづらいんで、こっからさばいていきます。レバーから柳刃に変えて、じゃあ行きますよ。皮引きね。さあ、うまくいくでしょうか。皮引き一番難所ですね。一番やりにくいの？どっちもやりにくいな。皮引き、まぐちやりにくいの。じゃん。できた。こんな感じになります。ああ、あと6番のこと。残った皮はね、こうやって取って、残った皮は取っていきます。この皮は硬いですからね、口元にも残るし、取っていきましょう。これは曲がるの？うん、身を切って取るんだね。もう完全に切れないんだけど、完全にマゴチとは言う、なんともいいし。
が取ってきますね。キッチンペーパーね、まだ使えるんでね。もう使えるまた包丁磨く。刺身にしていこうと思います。お皿はどうですか？待ってました。いつもの刺身は普通に相変わらず。うん、マジ？刺身は生で食べるからね。子供の子は食べないようにしないと。あとは適当に。適当に。今日はちょっと失敗してしまいました。刺身。あとは最後だよ、あとの料理は今度鍋料理編でやりますんで、またお楽しみに。じゃあ、今から食べていこうと思います。ピンク色のチョコにポン酢と青色に醤油が入ってます。今から食べようと思います。ああ、美味しい。じゃあまず最初ポン酢からいただきます。うん。超中華系もちもちして美味しいですね。うん。ポン酢、ポン酢、うん。すんごい歯ごたえ。美味しい。じゃあ次、続きまして、醤油。醤油だけでいただきます。うん。美味しいですね。でも、僕はやっぱ、こちらの、ポン酢の方ですかね、やっぱ白身で。美味しい。ビールいただきます。美味しい。あとはじゃあゆっくりいただきます。ごちそうさまでした。